はい、どうも KG です。今日は、前回挙げたあのニーチアルテグラのドラグがおかしいいう動画を上げてたんですけど、あのハズレの個体かよっていうやつを、でそれの続きの続編の動画になります。で、まあ、あの前回の動画にコメントをいっぱいいただいて、まあ、アドバイスいっぱいもらったんですけど、まあ、改造するか、ドラグを改造するか、まあ、もう諦めて、まあ、ナイロンラインでも巻いて、餌釣り用に使うか、まあ、自分的にだいぶ悩んで、で、最終的に、まあ、友達の方から、あの、結構リールは、あの、買ってちょっとした後でも、あの、釣り具屋さんの方へ持って行ったら、かなりの確率で、まあ、無償で修理していただけるということだったんで、まあ、ダメ元で買ったお店の方へ問い合わせをしました。で、まあ、返品はできませんということだったんですけど、まあ、メーカーさん、シマノさんの方へ送って、テストをしてもらうというか、まあ、点検してもらって、まあ、異常があれば修理してもらって、それはしてもらえるということだったんで、まあ、送って、で、2週間弱ぐらいですかね。で、今帰ってきました。で、帰ってきて、まあ、これ釣りにまだ使ってはないんですけど、で、結論から言うと、これドラグがおかしいんで、ちょっと見てもらえませんかという内容で送ったんですけど、結果、まあ、規格内で異常はありませんという回答でした。で、メーカーさんの方も一応、まあ、ドラグのとこを分解して、まあ、オーバーホールというか、してもらってるんですけど、結果、まあ、僕がおかしいと思っとったのは、まあ、島野さんの規格がどういう、まあ、ドラグの測定のどういう規格なんかわからないですけど、まあ、それをやっていただいて異常はないということだったんで。まあ、この時点では、結論で言うと、まあ、このリールのドラグの実力はこんなもんですよ、と、まあ、いうことになるんですけど、まあ、納得いかない部分もあったりして、ちょっとまあ、自分なりに、ちょっとチェックをしてみようかなと思ってます。はい。これ、今、竿にセットして、ドラグ、まあ、2キロかけてます。これを、まあ、ちょっと家の中なんで、ドラグの出方を、これ、やっぱり、こんな出方するんですわ。ずっと同じぐらい負荷かけて、同じぐらい負荷かけててもこんな、これ引っかかった。あ、そう。これが正常な。これが正常じゃっていう。なんかもう、すっかりですね、これ。僕、まあ、ちょっと古い比較対象で、僕が今使ってるあの1号のストラディック、まあ番手がちょっと4000番なんですけど、そっちでちょっとまあ同じドラグをドラグ力で調整して、まあどれぐらい差があるかちょっと確認してみます。でもこれはないよな、これはない、この出方は、この出方はないと思う。はい、すぐにこれ今ずっと使ってるメインで使ってる、1号のストラディックの4000の HG なんですけど、まあ、これも同じドラグ力に今設定したんで、同じ負荷をまあかけてどれぐらいの差が出るかちょっとやってみます。
これわかります？全然こっちの方が出方がスムーズ。これ同じテンションかけてても全然違う。やっぱり全然やっぱ滑らかに出る。ハズレの個体とかじゃなくて、あの 21R ぐらいに関してはこれドラグが退化してるんじゃないかなと僕は思ってますけど、まあもうシマノさんも企画内で異常がありませんということだったんで、もう自分の中で結論を出しました。もう21アルテぐらいに関してはドラグは退化する。巻きや他の、まあ、リーディングとかそういう他の部分に関しては向上しているのかもしれないですけど、ドラグに関してはもう1号ストラディックより退化しているという結論が僕の中で出ました。まあこれ賛否両論というか、まあ他の人はいやいやそれは違うだろうって言われる方もいるかもしれないですけど、まあそれはそれで、まあ僕の中では、あの、そういう結果が出て、まあ白黒がはっきりついたんで、自分の中でも良かったかなと思ってるんですけど、そういう残念な結果にはなったんですけど、まあなんかモヤモヤしてたのが、まあなくなったんで、まあ良かったかな。良かったんか。まあ良くはないけど、まあでも、そういう結論が僕の中で出ました。残念。でも、こんなに違う。全然違うわこれ出方が。まあ21アルテグラに関してはそういう結果になりました。